はじめましてえー、っと岡山の大本駅の近くでメンタルヘルスの治療院ケーズセラピールームというところをあの運営している、えー、片山太郎と言いまあ,あ当院というか当セラピールームの、ま、特徴としましてはまあ 薬を使わないといいいとととうころが大きいと思いますね、まあ、そもそも僕はあの医者ではないので薬自体は使うことはできないんですけども、えー、条件反射制御法というまあ多分聞いたことないと思うんですけど、まあ、そういう心理療法というようなものを使ってきます。の対象はとというとうんえー、うつ病 パニック障害それから依存症などまあ、こういうメンタルいわゆるメンタルヘルス系の、うん、病気まあそうじゃなくてもうなんとなし万全とこう生きにくいんだとか、えー、そういう人もやはり対象にはさせていただいております、うん、ちょっとやっぱり、えー、こういうことが吐き出したいなとか寂しいなとか何でもいいんですけども そういうのを話す話し相手みたいに思っていただけたらいいのかなと思いますね。えー、まあ、実はもうカウンセラーという仕事職種になるのかもしれないですけども、うん、こういうのはま欧米では普通なんですね。まあよくこうドラマとか映画とかで、えー、っと主人公とカウンセラーが対面して話をしていると。 うん、そういう場面っていうのは見ると思うんですけどもああいった形で、えー、カウンセリングしていくわけですね。で話して何になるんかとかねそういうことよく言われるんですけども話をするということだけでやはりすっきりするもんなんですね。話をするだけでもそこにやっぱり、えー、自由的な効果っていうのはあるんですね。まあ、ただし話をするだけでは本当に意味でよくならない。そこに 必要になってくるのは本当の心理療法であるということですね、えー、精神科診療内科というところで治療を受けたことがある人わかると思うんですけどもおそらくほとんどのそういうところでは薬物療法が中心で、えー、そういう本当の心理療法をやってるところが少ないんですねやってないところはないことはないんですよ少ないんですねやはり薬物療法が日本の精神科 精神科医療の中では中心にあるということがまあ厳然たる事実でありますねそれはまあ欧米とかと同じぐらいにやはり心理療法と薬物療法この両輪でやっていくまあ僕は薬は使わないんですけどまあそういうのが正常であると僕は思っているのでそういうこう社会というかまあそういう社会は大げさですけどまあそういうふうな僕はやっているということをご理解いただけたらなと思います。 あえっと、僕はあの、えー、看護師と、まあ、国家資格として持っているのは看護師なんですけども看護師として、えー、っと精神科の、まあ、民間の病院10年とそれとやっぱり、えー、県立の、えー、っと病院の方に、まあ、10年、えー、いましたね、えーっと。精神科からの紹介で、えー、来られる人が多いですね。でまあ この人はカウンセリングでやった方がいいでしょうっていうような人をご紹介していただけてるんだと思うんですけどもそうね大正優っていったら僕膨大に広すぎて困るところはあるんですけどもその中心にあるのは生きづらさというものだと思いますね。きづらさがあってその上で う,んとうつ病になったりパニック障害になったりはたまた依存症になったりはたまた接触障害になったりっていうふうにこうどんどん大きく問題はなっていくでこっちの方の人もやってますけどまあ根本には生きづらさであるとで生きづらさとは何ぞやと言った時にまず僕あのそうね楽しいっていうこと自体 あんまり感じてこなかったかもしれなぱり、ねえー、まあ依存症の病棟でずっと働いてきたんですけどもやっぱり首根っつかまれて殺すぞとか言われたりだとか「あのこれで死んだらお前のせいだ」って言って実際にそのまま自殺した人もいますそういう中で生きてきた人間なので楽しくないですよ。<laughs> 苦しいばっかりかもしれないですね。だからぜひ目指したいっていう人はやめた方がいいと思ってますけども、じゃあなんでこんな道こんなしんどい道を選んだんかなというところを話をすると、自分がしんどかったからです。人と話もできなかったんですよ。それで、えー、自分のリハビリのために <laughs>。 ここのの道に入ったったていうのが正直なところですねよくなった時にもうやめてもいいと思ったんですよ。だってやる意味ないじゃないですかしんどいし引っ張られるじゃないですか。ね。もうやめようと思ったんです自分の好きなことはとして生きていこうと思ったんだけどもまだしがみついてるんですよねこうやって。っていうのを考えた時になんでかなって答えが見つからんかったんですよ。やっぱりね 今までのこう苦しかった人生、えー、だからもうそれは終わったからねあとは明るく楽しく生きていけっていうのは何かあの腑に落ちない感じがしたんですよね何かあの同じようにしんどい人を助けてこそ何か報われる人生なんかなと思ってます。 だからこの道を今もやっているというところですね。やりがいって言ったらまあそうですねやっぱり人の命を助けて「ありがとう」と言われたら「ございます」と言われたらまあそりゃありがとうと言われたら嫌な気持ちはしないので <laughs> そこら辺は嬉しいかなとは思いますね。でもまあ苦しみ一、うん、つ 嬉しいがあったらいいかなくらいのお仕事かなと思ってますね、はい。若者。若者というか、まあ今苦しんでる人に。僕は自分の仕事上。をあのメッセージとして送らせていただきたいと思います。とりあえず。死ぬな。ですね。やっぱ若者の死因第一位ですから。 この国は自殺が心が苦しかったら人は死ぬんですよ分かります僕も苦しかったからでも今こうやってあの死なないでほしいそして自分の苦しみと向き合っていくしか 解決方法はないですだから僕の人生も自分を治して好転したように、えー、あなたの苦しみっていうのもどっかで好転してああ生きとってよかったなとそして苦しんできた分だけ人に優しくできるようになったりだとかその分強くなれたりだとかきっとこう生きとったら 意味があるとは言いませんけどもどっかでこう反転してその苦しんだことがプラスになるとそうなっていく時があると思います。とりあえず生きてください